幸せのない音楽会。本日は身近に起こった切ないことをオペラ調で歌われている切なテノール歌手チョム加藤さんにお越しいただいております。チョムさん、よろしくお願いいたします。トーニョー。そんなチョムさんには最近新しい成人病になられたようで、つー頑張って生きていきましょう。それではチョムさんの身近に起こった切ないことを歌っていただきたいと思います。まずは千の風になって切ないバージョンです。私の見てる前で財布取らないでください。1円玉しか入っていない財布なんですが、早く見つかるといいですね。続きまして、チョム加藤の食生活を歌ったどんぐりコロコロ。どんぶりあるけどご飯がない。お腹いっぱいご飯食べられるといいですね。続きまして、みんなでカラオケに行った時の気持ちを母さんが夜鍋をした曲に乗せて歌います。チョム加藤で母さん。カラオケですることなくてボリュームずっといじってた。早くマイクを握らせてもらえるといいですね。続きまして、チョムさんのお住まいについて歌います。シャボン玉。チョム加藤の家だ、屋根がないけど家だ、ダンボールの家だ、壊れて消えた。続きまして、レストランでのチョム加藤さんについて歌います。小さい焼き見つけた。すみませんが注文したハンバーグがまだ来ない。1時間も2時間も3時間待ってもまだ来ない。まだ来ない。完全に注文を忘れられていますね。続きまして、悲しい家族関係について歌います。チョム加藤で大きな古時計。不幸の手紙が家に来る、親父からの手紙、妹に回すよ。家庭内で不幸の手紙を回し合っている加藤家、切ないです。そんな切ないチョム加藤さんが最後歌います。切ないドレミの歌。ドは土下座のド、レは連帯保証のレ、ミはビーズ虫のミ、ファはファミレスにファ、出入り禁止のファ、ソはそりゃないでしょう、ラは落雷のラ、シは心霊写真のシ、もう勘弁して。ありがとうございました。